清水正治は、島根県浜田市出身の元プロ野球選手。現在は、阪神タイガースに組野手総合コーチ。元中部日本放送アナウンサーの金高まりと結婚したが、2005年に離婚。2007年、一般女性と再婚。2008年末に男児が誕生。高校時代は、島根県立浜田高校に在学後。 社会人の三菱自動車川崎に進む。都市対抗野球には複数回出場しており、東芝の補強選手として優勝すると1988年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズからの六位指名を受け入団。1989年から一軍の試合に出場するも一軍定着はならず、ほとんど二軍生活だった。1990年のジュニア、 日本選手権では、石毛博から、代打逆転さよなら3点本塁打を打ち、最優秀選手に選出された。1992年に一軍定着、レギュラーとして一番センターで起用され、チームトップの14盗塁。1994年にもチームトップかつキャリアハイの23盗塁を記録。セリーグペナントレース最終戦、130試合目で、勝った方が、 リーグ優勝の大一番、名古屋球場での対巨人26回戦で、一番、リフトで、先発出場、敗れたが、二塁打を含むに合いんだ。1995年のシーズンオフに、村田勝義、山野和明との交換トレードで、前原博之と共に、西武ライオンズへ移籍。松井和夫や大友進村総力のある若手が、対等しつつあったチームの中で、清水も控え外野手。 ダイソーとして存在感を示した。1997年は13投塁で優勝に貢献。1998年も移籍後最多の20投塁と打席数は少なかったが打撃でも3割を超える打率を記録しリーグに連覇に貢献した。2002年に一軍守備、総類高知補佐県外野手となるがこの年限りで引退、引退セレモニーが行われた。 2003年からは、西武ライオンズの守備、総類コーチ専任となり、自身の総類術を更新に伝授する傍ら、試合では三塁ベースコーチを務めた。2007年オフ、監督の伊藤務の辞任と同時に解任となる。2008年からは、浜田高校の先輩である、梨田が正隆が監督を務める北海道、日本ハムファイターズの一軍外野守備、総類コーチに就任。 当主から外野手に転校したばかりの伊藤義を内野手から外野手に転校したばかりの非対抗中田翔の外野守備を鍛え上げ球界を代表する外野手に育て上げた2012年で退団2013年からは伊藤勤が監督に就任した千葉ロッテマリーンズの一軍外野守備総類コーチを務める2017年11月の 1> 第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表外野守備、総類コーチを務める。2017年は6年ぶりの再会となり、解任される。2018年からは再びナシガが監督を務める東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍外野守備、総類コーチに就任。成績不振のため、ナシガは6月16日付で辞任、同年は3年ぶりの再会に終わり、 10月16日に退団。その後の10月22日に中日時代の同僚、矢野陽大率いる阪神タイガースの一軍、ヘッドコーチ就任が発表された。2020年11月12日に軍野主総合コーチへと配置転換となった。ありがとうございます。